戸塚区役所通信。この時間は戸塚区役所の提供でお送りします。今回は戸塚区役所地域振興課地域活動係の中村係長から戸塚ふれあい区民祭りについてお話しいただきます。まず今年の区民祭りの開催日や会場について教えてください。はい、今年で43回目となる戸塚ふれあい区民祭りは11月3日日曜日文化の日に JR 戸塚駅近くの東戸塚小学校で開催いたします。今年は戸塚区政80周年の節目の年となっており、この区民祭りが80周年記念事業のクロージングイベントとしても位置づけられております。そのため開催時間を午前9時半から午後3時までと例年より1時間延長して祭りの中で80周年記念イベントを開催いたします。この区民祭りの目的は何ですか？はい、この区民祭りは区民の皆様にお祭りを楽しんでいただくことで戸塚区に愛着を持ってもらうこと、そして地域の皆様にも主体的にお祭りに参加してもらい地域での仲間意識を高め地域交流をさらに活発化していくことを目的として11月3日の文化の日に毎年実施しているものです。そういった目的が区民祭りにはあったんですね。今年の区民祭りはどんな内容が行われますか？はい、区民祭りが実施される東戸塚小学校の校庭中庭では区内の各種団体や企業の皆様による日頃の活動の PR コーナーや物販、戸塚区と交流のある市町村の名産品などの販売、おでん、焼きそばなどの販売、グランドゴルフ、輪投げなどの体験コーナー、ふれあい青空市フリーマーケットなどが行われます。校庭の特設ステージでは区内で活動されているバトンダンスの団体などによるパフォーマンス、中学生による吹奏楽演奏、戸塚区ゆかりのアーティストによるミニコンサートや杉山兄弟さんによるシャボン玉実演など大変にぎやかな催し物がたくさん行われます。また12時から13時はメイン会場にて80周年記念の戸塚クイズ大会も行います。物販があったり体験コーナーがあったり本当に賑やかなイベントになりそうですね。そうですね。さらに体育館では健康祭りコーナーとして医師会、歯科医師会、薬剤師会の皆様による健康相談、歯科相談、肺年齢測定など各種団体によるさまざまな健康に関する展示体験コーナーなどが行われ、こちらも健康に関する内容が盛りだくさんです。ぜひ皆様お誘い合わせの上この区民祭りにお越しいただければと思います。ご来場をお待ちしております。楽しいだけではなくて健康についても触れることができるんですね。その他にはどんなイベントがあるんでしょうか？はい、区民祭りをさらに盛り上げてくれるイベントとしまして今年も東戸塚小学校のお隣の日立製作所において働く車展が実施されます。消防車やパトカーなどの消防警察の各種車両、ショベルカーを使ったヨーヨー釣り、土木作業車や給水車の展示など働く車が大集合します。また今年も消防はしご車の体験乗車を行う予定ですのでこちらも楽しみにしてください。消防はしご車の体験乗車はめったにできないですし働く車展も楽しみですね。ところで当日のプログラムはどこで見ることができますか？区民祭りのチラシにつきましては各自治会町内会の掲示板に掲載するとともに回覧板でもお回ししておりますのでこちらでご確認ください。また戸塚区役所のホームページにも区民祭りの内容を掲載しますので併せてご確認ください。大変楽しそうな区民祭りですがどんなコンセプトで実施してるんでしょうか？はい、毎年3万人以上の方がご来場される区民祭りですので安全で安心して楽しんでもらえるお祭りになるよう戸塚交通安全協会の皆さん地域の消防団の皆さんのご協力を得て会場の警備をしっかりと行ってまいります。またゴミを出さないお祭りを目指して会場で使う食器などはリユースのものを使用するなどいろいろと工夫をしています。使い終わったリユース食器をお返しいただいた方はお祭りの最後の大抽選会に参加できます。景品として地元企業のご協賛による自転車や高級食器、地域の名産品などが当たりますのでこちらもぜひお楽しみにしてください。また今年は会場で案内用のパンフレットをお配りいたしますがこちらもご不要の方は最後に会場で回収させていただきますのでご協力いただきたいと思います。エコなお祭り素晴らしいと思います。11月3日は東戸塚小学校周辺盛り上がりそうですね。
はい、区民祭りの当日の11月3日は戸塚駅周辺で他にもいろいろなイベントが予定されております。戸塚駅東口のペデストリアンデッキにおいては戸塚駅東口ラピス商店会主催の UFO フェスティバルが行われます。また戸塚駅東口から徒歩5分の湘南戸塚 YMCA においてもいい戸塚祭りが開催されます。当日はバザーや戸塚東口商店会の出店、各種スポーツパフォーマンス、ゲームコーナーなど内容盛りだくさんです。戸塚駅周辺は多くの来場者の方でにぎわっています。区政80周年の集大成として盛り上げていきたいと思います。最後に区役所から何かございますか？はい、今回の区民祭り、安心してお祭りを楽しんでいただけるよう時間をかけていろいろと準備をしてまいりました。昨年に引き続き日立製作所の敷地もお借りして規模拡大でお祭りを実施してまいりますのでお楽しみいただければと思います。ちなみに当日区民祭りは原則雨天決行ですが、台風などの場合は中止になることもあります。当日の実施状況については FM 戸塚さんでアナウンスしていただけるとのことですので、ご確認の上当日ご来場いただければと思います。11月3日戸塚駅周辺はお祭り一色となりますので、皆さんお誘い合わせの上ぜひ足をお運びください。お待ちしております。はい、ありがとうございました。区民の方も一緒に盛り上がれる一日になりそうですね。中村係長、本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。戸塚区役所通信、この時間は戸塚区役所の提供でお送りしました。